皆さんこんばんは。流浪に飲まないです。4月に入ってから少し経ちますが、いかがお過ごしでしょう。今回挑戦するのはこちらです。ダブルキャストを無制作に迎える夜ドラシリーズ第2弾、季節を抱きしめて、ストーリーは春なのです。このゲームは修羅場こそあるものの、ホラー要素がないので、それが苦手な方もおすすめです。というか先に、いらないんだ、ともこちゃんの柔らかい唇。ねえ。ねえ、何してるの？どうだか、また痛い目に遭いたいの？私に黙って浮気したとき、どうなったのか覚えてるわよね？ね。
ちょっとあんたね。はい。この人はここで倒れていたあんたを助け起こしてあげただけじゃないの。え、そうなんですか。何よあんたたち、二人で世界作っちゃって。鼻の下伸ばして言われても説得力に欠けるわね。でも私なんでこんなとこで倒れてたんでしょうか。あのね、あんたふざけてんの。いえ、ここはどこですか。なんで私ここにいるんでしょうか。あるまいし、大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。行こう行こう。アルバイトあるんでしょ。アルバイト。どうしたのよ。女子高生のことが気になるんだ。さあ行こう。なんかおかしな子ね、あの子。何？テレビドラマの見過ぎじゃないの？私はいろいろあると思うの。あれって健忘って言うんでしょ。本当は体は元気なんだし、明るくってもおかしくはないんじゃない。え、あ、アルバイト遅れるわよ。もう勝手にすれば。私先に帰る。私、記憶喪失なんですか？
昼間はそのねえねえ彼女、これからクラブ行こう。クラブ、女子高生らしいぜ。行こうぜ。だれだ。はい、忘れ物、落とし物です。私の方です。このタウン誌のおかげでずいぶんこの街の様子が分かりました。つまりは勝手に読んじゃったってことなんですけど。星座がわからないんです。それが問題なんです。何か大昔のような気もするし、ついこの前みたいだなって感じもするし、つまりわかんないんです。うん、これも記憶喪失なんです。多分どこに落としちゃったんだろう。私の記憶ドジみたいでした私って。ううん、全然。それより私の占い見てみたいな。適当に誕生日決めちゃおう。よーし、あなたに出会ってからのことはよく覚えてるから、私の誕生日は今日、つまり4月15日。いいのいいの、自分で誕生日決められるなんて記憶喪失の特権ですよね。4月15日ってゆ決めた。まゆ
か。そっか、そうですよね。よし、明日はこの辺の学校を片っ端から撮ってみよう。何してんの？何言ってるのよ。君の代わりにタウン誌の取材してあげてるんじゃないの。そこで君を見かけたからわざわざ追っかけてきたのに。バイトもしないでどうしてこんなところで鼻の下伸ばしてうろうろしてるのよ。私というものがありながらこんな子供とこんないかがわしいところでイチャイチャしちゃって、もう思ってた通りだわ。引行条例で捕まるわよ。嘘、また会いたいとかなんとか言って電話番号とかしっかり教えたんじゃないの。そんな言い訳聞きたくないわ。なんで君がこの子のために何かしなくちゃならないわけ。その子が本当に記憶喪失って言うならさっさと警察か病院に連れて行けばいいじゃない。なんなら私が一緒に警察行ってあげるわ。さあ行きましょう。あら、いなくなっちゃったみたい。ごめんね昨日は。うん、あの子のこと。おっと、授業が始まっちゃう。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代は懐石料理でいいからね。バイ。おい、入校直前まで原稿書いてるやつがいるかよ。とっとと占いコーナーなんてあげちまえ。お前さんが終わんないと恋人のともこさんも帰るに帰れないだろう。編集長と呼べ。編集長と。編集長、私は遅い方が嬉しかったりします。夜は長いし。よし、素直でよろしい。
ご注文は？ミックスにストロベリーお願いします。はい、お待ちどう。何すんのよ、スケベ！なんだ、君だったの。ごめん。珍しいんじゃない？こんなところで会うなんて。何って、君が書いた記事が気になってね。みんな必死なのね。言わないでよ。私には心に決めた人がいるんだからね。あ、ねえ、ところで君はなんでここにいるの？へえ、気が合うね、私たち。言った？ねえ、あれまだ持ってる？私があげたキーホルダー、ほら、尻尾のやつ。大事に使ってくれてるんだ。あのさ、今日はありがとう。うん、ただいつも誘ってるのに構ってくれないから少し嬉しいだけ。バカ、知らない。ちょっと君、何しとるんだね、女子校の前で。最近ね、この辺りでよく痴漢が出没するんだよね。自分は痴漢だって名乗る痴漢なんていないからね。ちょっとそこの交番まで来てもらおうかね。さあ、つべこべ言わずに交番に来るんだ。ちょっとおまわりさん。あ？なんですかな、お嬢さん。うちのお兄さんが何かしたんですか？え、お兄さん？最近痴漢が多いからお兄さんに迎えに来てもらってるんですけど、それっていけないことなんですか？あ、いや、なんだ、そういうことだったのか。ほら君、そういうことはちゃんと説明してもらわんと困るじゃないか。そうか、お兄さんか。いや、結構結構。じゃあ本館はこれで。ご苦労様でした。
また会いましたね。私の方です。いろいろ忙しいのに引っ張り回しちゃって、それに市内の高校生じゃないって分かっただけでも一歩前進です。感謝してます。私の方こそいつも一緒に探してもらってとっても元気づけられてます。なんだ社長がなんだってんだこの野郎。これ、あいつのだ。しょうがないな。変質者。君が鍵を落としたから届けに来たのに。そしたら、なんでこの子がいるのよ。記憶喪失の女の子部屋に連れ込んで、一体何考えてるわけ？どう放っておけないって言うのよ。この
子が記憶取り戻せるように協力したい？そんなのできるわけないでしょ。こんな子さっさと警察か病院に連れて行けばよかったのよ。なんでこんなことになってるのよ。このキーホルダーはね、落ち込んでいた君のために私が買ったものよ。予備校でいつもポツンと物思いにふけていた、そんなあなたが妙に気になって元気づけてあげたいなって思って、それでプレゼントしたんだから。それなのにこんなもの。気安く智子なんて呼ばないでよね。知らないんだ。何のことですか？この人がタウン誌で星占いの記事を書いてるの聞いてないんだ。え？いい加減な占いの記事を書いて女子高生たぶらかして喜んでいる詐欺師なの。そんな男の手にまんまと乗っちゃって、あなたかわいそうな女の子ね。信じちゃダメよ、この奴の言うこと。嘘ですよね。何よ、この子に会いたいから占いを書いたんでしょ。ねえ、どうなのよ。ほらやっぱり、だから詐欺師だって言ったのよ。ずるい。嫌な女だっていうのは分かって、でもね、でもこうしないと君がどこかに行っちゃいそうで。君は好きなの、もうどうしようもないくらい。言ってあげて、あの子の記憶探してあげて。さようなら。
本当ですか？ヒントコーナー。私の記憶の断片、それは出会いの場所に落としてきたのかもしれません。見つけたら必ず手に入れるようにしてくださいね。開いてる。こら、何やってんだ。もうとっくにバイトの時間だろうが。持たせた携帯早速役に立てやがって。早く来い、今日は忙しいんだから。怒られた。急がないとまた来るわよ、最速。待ってよ。私、記憶喪失なんですか？
どこへ行くんですか？制服ですか？ああ、そっか。どこの学校のか調べれば私の身元がわかるってわけですね。さすが大学生。頭いい。でもこの時間じゃ学校はもう閉まってると思いますけど。ここどういうところなんですか？何の用？ダメ。今写真の現像中だから。何するんだ今。急が、あ、こんばんは。どういう用件なんだ？どういう関係？二人の関係。君そんなにモテたっけ？知らない。見たことない。どこかの新設校のかもしれないね。あのさ、はい、コレクションにしたいから写真撮らせてよ。構いませんよ。写真ぐらいいいじゃないですか。さあ、もっと足を広げて。いいね、そのポーズ。スケベ。友達は選んだ方がいいですよ。スカートの中いきなり覗くなんてもう最低。制服のこと本当に詳しいんですか、あの人。それじゃあ、私どこから来たんでしょう。いつもは避けてるくせに。締め切り間際だからって調子いいんじゃないの。ん？何考えてたの？怪しいな。だったら今度デート誘ってよ。頼んだぞ。何ができたって？デートなんだけど、日曜の午後2時に2丁目の式で待ち合わせってことでよろしく。遅れちゃダメよ。帰ろっか。じゃ、また明日。
私のこと知ってる人がいるかもしれませんね。何を頑張って探すんだか。慌てて学校出てったと思えば女子高生とデートだとはね。バカなこと言わないでよ。君だけならともかく、なんでこの子も一緒なのよ。よろしくお願いします。ふっ、二人して言ってくれるわね。私はそんな暇人じゃないの。それじゃ気をつけなさいよ。羊に見えても男は狼なんだから。話してよ。分かったわよ。君がお人よしなのは分かったわよ。昨日のキスだって断れなくてしたって言うんでしょ。いいわよ、もう。嘘。分かったわよ。早く行きなさいよ。あの子の記憶探し手伝うんでしょ。バカ。どうしても抜けられないんだ。それじゃ。ないで。お願い、行かないで。お願い、お願いよ。いや、行かないで。私を一人にしないで。嫌な女だっていうのは分かって、でもね、でもこうしないと君がどこかに行っちゃいそうで。君が好きなのよ、もうどうしようもないくらい。あの子、今頃雨の中でずぶ濡れでかわいそう。ごめん、さっきはひどいこと言って。私もあの子の記憶一緒に探してあげる。
見つかった？そう、元気出してね。この前はごめんなさい。私取り乱しちゃって。私は桜のせい。桜の木々に、そして人々に、春の訪れを伝え歩くことが桜のせいの使命。私はまだ新米の桜のせいなんです。それでこのしだれ桜に舞い降りたとき、足を滑らせて、どうもそれで記憶をなくしちゃったみたいなんです。私って本当にドジですよね。あなたに出会ってからのこと全部覚えてます。私のためにあなたがしてくれたこと全て覚えてるんです。私なんてお礼をしていいか。私智子さんとあなたのことずっと気にしてました。私と出会ったばかりにお二人に迷惑をかけてしまって、そう言ってもらえるととっても嬉しいです。春は出会いの季節。それを私のせいで別れの季節にしちゃったら、私春を彩る桜の精として失格ですもん。そろそろお別れの時間です。私もっと春を、出会いの季節を他のところにも知らせなくちゃいけませんから。桜の咲くこの季節に。どうしちゃったの？こんなところで寝ちゃって。よっぽど疲れてんのね。さ、行くわよ。眠気覚ましに駅前のジリオラで美味しいカプチーノでも飲みましょう。さあ、早く。あれ、いつの間にこんなに花が咲いたの？ヒレンザクラ。なーに一人で気取ってんのよ。ショートケーキもつけておごらせるわよ。うそー。ね
1時間はかかるわよ。もうすぐ学バスが来るって。どうしちゃったの？ねえ、ちょっと待ってよ。ねえ、Do, do, 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 do